現代からご存知ですかタワーマンションの15年後。<coughs> うん。えー、今学田所がタワーマンション住んでるんですか。<laughs> 何ちゅうこと聞いですか。住んでるわけないでしょ。<laughs> 住んでるんですよね。<laughs> い,でいや,でしょいやタワーのイメージがいろいろあるで <laughs> あタワー昔ね。はい 25階建てがタワーだったんですよ。20階とか25階でもタワーだったんですよ。そうなんですね。それがそので30階になって、30階はすごいなって言ってたら35階になって、次40階が出て、今や50階が普通になって。55階かなんかありますよね。ありますよね。だから50階とか55階とかあったりするんですよ。 そういうのとかタワーマンションってね。はい、まあ、要はもう25階以上の高さのあるのをタワーマンションって言うらしいですら。あ、そうなんですね。え住<ー>んだことない人は何もわからない。高いのはみんなタワーと思ってるはいはい。<laughs> まあ、でもその規定があって、こっから以上タワーと言いますとかっていうのはないんですけども。はい、まあ、そのね、そういう背の高い建物、そのマンション。 ずいぶん増えてると思いませんか増えてる、ねはい。めちゃくちゃ増えてますで。これね、あの、タワーマンションブームっていうのが実はあって、はい、そのブーム的にものすごく高いのを建てるようになったのが、西暦2000年前後のことなん2000年前後。はい、だ2000年ということは、もう18年経つわけです、はい、ね。だ18年経つあの当時のものということは、うん 一番先駆者として、西暦2000年頃に建てたものが、もう18年から19年経ってるということ。はいはいはい。それやったら僕んちまさにそうっすわ。お ?25 階当てですもん。ああ、じゃあタワーマンション。そうい頃はタワーマンション。で、2000、2001年地区かなんか。そうそうそう。まさにそれです。はい。ど真ん中。そこのマンションに、こんな話ないですかそろそろ、あの、 改装していかないといけないところがいろいろ出てき始めました。はい。というような話は出てませんかどうなんでしょうでも、出てるんかななんか,なんか。掲示板みたいなんとかないんですか、うん、あ、掲示板とかは、うん、でもうち結構、あの、なんていうんですか、貴婦人みたいな。 何や高貴な、高なおじいちゃん、おばあちゃん住んでるんで、積み立ててくれてるって信じてるんですけど、僕は。ああ、なんか。いや、そうそう、あのね、マンションっていうのは、だから、要するに、いずれ、あの、全体を改築しないといけないっいがやってきます。やってきますから、その時に備えて、大幅な、その、修繕とか、修理とか、ペンキの塗り替えとか、そういうのを全部やっていかないといけません。だから、そのために、最初から積み立て金っていうのを、いくらか、あの、ありますね。 まあ、だ最初の払い込みの中に入ってるはずなんだ、ね。はいはい、で、その後も、毎年の積立金として何百かずつみんな払ってあるはずなんだ。<笑><笑>で、これを使って、だからペンキの塗り直しをしたりとか、ペンキの塗り直ししましたああ、まあ、なんかされてる箇所はありますね。はい、全体をこう、うんうん、覆って、上から下まで。あ、それは多分まだやってないと思いますけどね。遅いですね。あら、危なっ もしかして、駐輪場の値段が300円から1000円に上がるっそういうこと ?700 円積み立てられんの今から俺。ちょっとだけでもいいし。安いマンションね。いやほんまに、25年だらけど僕が住めてるんですから、高いマンションじゃないんですけど。ああ、そう。上の階はわかんないですよ。でもね、基本的にマンションっていうのは、12年から15年の周期で大規模修繕を行わなければいけない。ああ、ない。で、最初は、 外壁の修理。はい、これ絶対しないといけない。はい、で、外壁が、その、弱ってきますからね。うん、で、これ外壁の修理を整にしないといけない。で、その次に、エレベーターとか排水とかっていうような、内部的な修繕不具合を回収するんです。はい。で、これはもう、あの、普通のマンションも、あの、タワーマンションも一緒なんです一緒はい。ね。ですから、あの、 10年以上経ってて何にもしてないマンションっていうのはちょっとおかしい。うん、で、で、ただね、タワーマンションっていうのは、はい、あのタワーっていうだけに背が高いわけですから、ワン、はい、フロアに、まあ、20件入ってたとして、二十軒まあ、10件にしましょう。うん、10件入ってたとします。10件で50回経ってたとしたら、その途中のワンフロア、ツーフロアは、まあ、あの、 例えば、ロビーとかあんなところで抜いたとしてもですよ。はい、だから、45回あったとした、人間の住むところが。四十、はい、45回あったとしたら、それは、例えば、45回建てで10件だったら、450個あるわけですね。はい。450人の古種がいるわけです。はの、い、が、はい、いるわけ。はい、だその450人の大集会を開いて、はい、その人たちがみんなが賛成して初めて大幅、 あの、修繕計画というのが実行されるわけですよ。450人を万票賛成取るということは、まずできない。無理ですね。ね。で、他の,あの案件と違いますから、半数超えたらできますというもんでもない、ねうん、住んでない人も結構いるから。そうなの。それあのまたがししてるのもある。ねえ。 だから、そのまた足でまた狩りしてる方は、そんなもんしてるかよ、俺らって関係はねえ、うんうんうん。はい。ということで出てこない。はい。ということはいつまで経っても、その、修理案件が前に進まない。おなるほど。ね。うん。だから、もう、えらいことになっていくわけなん。だから、そういうのが見えてるんですけど、あの、動くようで動いてないのが今現実なん。へ<ー>で、例えば、今ここに出ているのは、 1998年にできた、はい、倉庫数650個、地上55階、うんうん、高さ185メートルの川口にあるマンションがある。わ大きいですね。うん、ね。うん、エルザタワー55っていうタワーマンションがある。はい、でこのマンションは、15年、2015年に初めて大規模修繕工事を開始した。はいうん ということはね、2 0 1998年に出来上がって、はい、2015年ということは、17年目にも工事が始まってる。はい、修繕工事始める。で、2年がかりで完了してる。で、総費用は12億円。うわ。単純計算で、1個あたり約185万円の負担がかかった。で、この修繕に至るまでは、 大変なことがいっぱいあったらしい。<ー>つまり、超高層マンションの工事というのは、通常の足場だけではできない。そうですよね。で特にこのエルザタワー55っていうのは複雑な構造で、形が、はい、外見がこう曲がったり、こうなかったり、飛び出したりとかがあってですね、はい、普通の足場ももちろん組めない。はいであの 低層、中層、高層と分けて、それぞれ外観のデザインが、見かけが異なるように、変化するようにデザインされてるああ。遠くから見て分かるように変えてる建物ありますもん、ね、そうそう、そういうことです。そういうのがあると、そこの修繕も難しい。 そういうところをどうするかっていうところで、まずマンションを建てた元の施工会社にどういう工法でこれ修繕できるんですかっていうことを、まあ、聞いたところから始まってるから賢かった。うん、で,で、管理組合が、 その修繕委員会を設置したのは2007年です。はい、うん。で、施工の妥当性とか料金を見積もるコンサルタントを募集して、うん、2012年にそのコンサルタント見つかって、うん、その人とその元請けの会社とか、その元請け会社とはいろいろあの話があってですね、うん、で、マンションの所有者への説明会をし、うん、で、 施工業者のの決定まででそこからようやく漕ぎつけたのが年ですわあでも結構かかってますね。つまり、何年もかかるということなんです。えー、2015年に終了始めますって言うて、それで、あの、行ったんですけれども、そこへ行くまでにも、いろいろと段取りして積んで積んで積んで、ようやくそこへ行くということなんです。えー、ということは、その、もうボロボロ、なんか、なんか、 なんか落ちてきてるで、とかってね、言う,、うん、うようなことがあってからで遅いん、はい、ですあ、うそうや。それはもう、あの、イタリアで落ちた橋がそうですよね。あ,<ー>あの橋の下に住んでる人が、なんかこの頃、よう、ポロ,ポロ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 落ちてくるなとかっていうのがあったらしいですから、はい、やっぱり、やっぱりそういうものは、事前になんとなくわかるんですね。う でもそのね、最初の修繕時期に、修繕時期にあたる築15年。はい、これがポイントです。築、はい、15年の時に、はい、あの、ちゃんと修繕対策が実行されなければ、どん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 ダメになっていくという。うね。だから、そこのマンションに入ってる人、みんなが、その、はい、まあ、修理組合というのを新しく作ってですね、うん、で、大規模修理のためのいろんな対策を練っていって、 はい、で、あの、例えば、15年後にどう大規模な修繕をしなかったら、タワーマンションといえどもダメなんですよ、ということを注意事項をつけて販売してる会社は一社もない。はあ<ー>、<ー>そうか、新築で買った時に。<ー>そう。うん まあこれこれだけのマンションですからね、10年はもうなんともないですから大丈夫ですよって言うといたら、15年のことは言わんでええんですよ。まあ,まあでも10年はまあね、大丈夫は嘘じゃないですもんね。そうそうそう。そうなん。うん、だから、あのー、タワンマンの売れ行きが、 ええときにね、わざわざそこにつばつけて、そのね、あの、つまらんこと傷つけて、えー、こんなんでせえ、これ注意した方がいいですよ。でもまあ今やからって言って、うん、そんなこと言うて売るところはないです。確かに。美味しいことばっかり言って売るはずなん。うんうん、ね。で、そのやっぱり開発業者とか販売業者っていうのは、あの、できるだけ買いやすくするために、最初の価格の中に入れてある、例えば修繕積立金の費用負担。はい、これなんかでも、 できるだけ少なく言うんです。はいえ。で、実際の想定以上に安く設定して、マンションを販売しやすくしてお、お、お値段下げて売るわけ、ね。はい、で、タワーマンションっていうのは、 構想用のエレベーターとかね。そのマンションに住む人のジムとか、それから共用設備。中に温泉作ったりとか、カラオケレモン作ったりしてかああいう、その、場所が多ければ多いほど、それも修繕コストにもうちょっとお金かかるああ、そうか。それも足されますもんね。そうですええ。だから、あの、言い方としては、どんなに費用がかかると個数が多いから、一軒一軒に割ったら大したことないですよ。これは言うんですよ。ね ところが、いざ修繕となった時には、積立金が足らないから、追加でいただきますよっていうことだ。えー、なるほどね。大変だ。ね。 で、もっと問題は、その住んでる人の意見がまとまらない。うん。でもそれはもう、そんだけおったらね。ね。10人でもむ、難しいのに。そうで、もう、ただ借りてる人もいればですね、うん、あの頃は借り持ちゃって、今も借りなくなってるとか、うん、ね。あの若かったけど年取ったとか、うん、そんなことも全部入れていくとですね、意見がその一致するってこと、まずない。うん。はあ、それでそのまんまお、ほっといたら、もう、あとは倒れるしかない。ふわ、うん。<laughs> いやいや。へね。だから、 あの、その東京なんかに建てるタワーマンションなんかでも、今やもう10年以上建ってるところなんかは、もうぼちぼち傷み始めたなっていうのは、はい、次々みんな出ていくんです。で、そのね、残ったところに住んでる人たちは、なんか、空っちのマンションなんか人少ななったなとか、なんか言うてる間にボロボロなってですね、修繕やって言ったら、ええ。 そんなに金どこにありますねんという。そっか。ほんならした最初の頃はですね、カラオケルームや何やらって下にあったいろんな設備が、結局みんなもうこれクローズになってですね、うん、ほったらかしになって、もっと傷んでいくというね。わー、うん。で、そのタワーマンションを壊すとなれば、これ、また大事なん。うん、周りに迷惑かけないようにするって。そんな状態で皆さん、どうやって住んでいくんですか パパじゃんけんしようい,い,よいくよロックペーパースすーず